柏レイソルは22日、違反行為をしたサポーター1人に対してクラブが出場する公式戦のホームゲーム及びアウェーゲームへの無期限入場禁止処分を下したと発表した。クラブは公式サイトを通じ、違反行為の内容を発表。今月17日の J1 第27節、横浜 FC 戦後、横浜 FC 側のゴール裏入場ゲート付近で、 警備員から感染ルールに関する注意を受けた際に、持ち物をぶつけるなどの暴力行為を行った、と伝えている。柏は21日に発表になった日本サッカー協会、JAFA、J リーグ、J リーグ全60クラブの共同メッセージもあり、セキュリティ体制強化や感染ルールの周知を徹底、お約束。また同様の事象が起こらないよう、引き続き、安心。 安全なスタジアム運営に努めてまいりますと伝えるとともに、スタジアムにご来場いただく皆様におかれましても、リスペクトの精神を持った行動、言動を心がけるとともに、ご来場の皆様が安心、安全に観戦できるスタジアム運営の実現に向けて、観戦ルールの遵守をお願いしますと呼びかけている。